寺島直政ですこれは太宰治が読者からの手紙に着想を得たと言われている作品ですユーモアとシリアス美しさと醜さ崇高さとくだらなさ様々な紐で物語をあざなっていく太宰らしい語り口をお楽しみください とんとん太宰治背景一つだけ教えてください困っているのです私は今年26歳です生まれたところは青森市の寺町です多分ご存じないでしょうが 寺町の聖賀寺の隣に友やという小さい花屋がありました私はその友屋の次男として生まれたのです青森の中学校を出てそれから横浜のある軍需工場の事務員になって3年勤めそれから軍隊で4年間暮らし無条件降伏と同時に生まれた土地へ帰ってきましたがすでに家は焼かれ 父と兄と兄嫁と3人、その焼け跡に哀れな小屋を建てて暮らしていました。母は私の中学4年の時に死んだのです。さすがに私はその焼け跡の小さい住宅に潜り込むのは、父にも兄夫婦にも気の毒で、父や兄とも相談の上、この A という青森市からニリほど離れた、 海岸の部落の三島郵便局に勤めることになったのです。この郵便局は、死んだ母の実家で、局長さんは母の兄にあたっているのです。ここに勤めてから、もうかれこれ1カ年以上になりますが、日増しに自分がくだらないものになっていくような気がして、実に困っているのです。 私があなたの小説を読み始めたのは、横浜の軍需工場で事務員をしていた時でした。文体という雑誌に載っていたあなたの短い小説を読んでから、それからあなたの作品を探して読む癖がついて、いろいろ読んでいるうちに、あなたが私の中学校の先輩であり、 またあなたは中学時代に青森の寺町の豊田さんのお宅にいらしたのだということを知り胸の潰れる思いをしました呉服屋の豊田さんなら私の家と同じ町内でしたから私はよく知っているのです先代の田左衛門さんは太っていらっしゃいましたから「田左衛門」というお名前もよく似合っていましたが 当代の田左衛門さんは痩せてそうして粋でいらっしゃるから右左衛門さんとでもお呼びしたいようでしたでも皆さんがいいお方のようですね。今度の空襲で豊田さんも全焼しそれに土蔵まで焼け落ちたようでお気の毒です。 私はあなたがあの豊田さんのお家にいらしたことがあるのだということを知り、よっぽど東大の田沢門さんにお願いして紹介状を書いていただき、あなたをお尋ねしようかと思いましたが、昇進者ですから、ただそれを空想してみるばかりで、実行の勇気はありませんでした。そのうちに私は兵隊になって千葉県の海岸の防備に回され、終戦まで、 ただもう毎日毎日穴掘りばかりやらされていましたがそれでもたまに半日でも休暇があると町へ出てあなたの作品を探して読みましたそうしてあなたに手紙を差し上げたくてペンを取ってみたことが何度あったか知れませんけれども「背景」と書いてそれから「何」と書いていいのやら別段用事はないのだし それに私はあなたにとってはまるで赤の他人なのだし、ペンを持ったまま一人で当枠するばかりなのです。やがて日本は無条件降伏ということになり、私も故郷に帰り、A の郵便局に勤めましたが、こないだ青森へ行ったついでに、青森の本屋を除き、あなたの作品を探して、 そしてあなたも離災して生まれた土地の金木町に来ているということをあなたの作品によって知り再び胸の潰れる思いがいたしましたそれでも私はあなたのご成果に突然訪ねていく勇気はなくいろいろ考えた末とにかく手紙を書きしたためることにしたのです今度は私も 背景と書いただけで途方に暮れるようなことはないのです。なぜなら、これは用事の手紙ですから。しかも、下級の用事です。教えていただきたいことがあるのです。本当に困っているのです。しかも、これは私一人の問題でなく、他にもこれと似たような思いで悩んでいる人があるような気がしますから、私たちのために教えてください。 横浜の工場にいたときもまた軍隊にいたときもあなたに手紙を出したい出したいと思い続け今やっとあなたに手紙を差し上げるその最初の手紙がこのような喜びの少ない内容のものになろうとは全く思いもよらないことでありました昭和20年8月15日正午に 私たちは弊社の前の広場に整列させられてそうして陛下自らの漁港層だというほとんど雑音に消されて何一つ聞き取れなかったラジオを聞かされそうしてそれから若い注意がつかつかと壇上に駆け上がって「聞いたか分かったか日本はポツダム宣言を受諾し降参をしたのだ。しかしかそれは政治上のことだ」。 我々軍人はあくまでも抗戦を続け最後には皆一人残らず自決してもって体君にお詫びを申し上げる自分はもとよりそのつもりでいるのだから皆もその覚悟をしておれいいかよし解散!」。そう言ってその若い注意は段から降りて眼鏡を外し歩きながらポタポタ涙を落としました。 とはあののようううな感じを言うのでしょうか私は突っ立ったまま辺りがもやもやと暗くなりどこからともなく冷たい風が吹いてきてそして私の体が自然に地の底へ沈んでいくように感じました死のうと思いました死ぬのが本当だと思いました前方の森が嫌にひっそりして漆黒に見えて そのてっぺんから一群れの小鳥が一つまみのごま粒を空中に投げたように音もなく飛び立ちましたああその時です背後の弊社の方から誰やら金づちで釘を打つ音がかすかに「とかトントン」と聞こえましたそれを聞いた途端に目からうろこが落ちるとはあんな時の感じを言うのでしょうか 悲壮も厳粛も一瞬のうちに消え私は月のから離れたようにきょろりとなり何ともどうにもしらじらしい気持ちで夏の真昼の砂原を眺め見渡し私にはいかなる考えも何も一つもありませんでしたそうして私はリュックサックにたくさんのものを詰め込んでぼんやり故郷に帰還しました あの遠くから聞こえてきたかすかな金槌の音が不思議なくらいきれいに私からミリタリズムの幻影を剥ぎ取ってくれてもう再びあの悲壮らしい厳粛らしい悪夢に酔わされるなんてことは絶対になくなったようですがしかしその小さい音は私の脳髄の近敵を射抜いてしまったものかそれ以後現在まで続いて 私は実に異様な忌まわしい転換持ちみたいな男になりましたと言っても決して凶暴な発作などを起こすというわけではありませんその反対です何か物事に感激し奮い立とうとするとどこからともなくかすかにとかトントンとあの金槌の音が聞こえてきて途端に私はキョロリとなり 眼前の風景がまるでもう一変してしまって映写がふっと中絶してあとにはただ純白のスクリーンだけが残りそれをまじまじと眺めているようななんとも儚い馬鹿らしい気持ちになるのです最初私はこの郵便局に来てさあこれからは何でも自由に好きな勉強ができるのだ まず一つ小説でも書いてそうしてあなたのところへ送って読んでいただこうと思い郵便局の仕事のひまひまに軍隊生活の追憶を書いてみたのですが大いに努力して100枚近く書き進めていよいよ今明日のうちに完成だという秋の夕暮れ局の仕事も済んで銭湯へ行きお湯に温まりながら今夜これから最後の章を書くにあたり お銀の衆章のようなあんな風の華やかな悲しみの結び方にしようかそれともゴーゴリの喧嘩話式の絶望の終局にしようかなどひどい興奮でワクワクしながら銭湯の高い天井からぶら下がっている裸電球の光を見上げた時「トカトントン」と遠くからあの金槌の音が聞こえたのです。途端にサッと波が引いて 私はただ薄暗い湯船の隅でジャボジャボお湯をかき回して動いている一個のラ行の男に過ぎなくなりましたまことにつまらない思いで湯船から這い上がって足の裏の赤などを落として銭湯の他の客たちの配給の話などに耳を傾けていましたプーシキンもゴーゴリも それれはままるで外国製ののの歯ブラシの名前みたたいいなな味気ないものに思われました銭湯を出て橋を渡り、家へ帰って黙々と飯を食い、それから自分の部屋に引き上げて、机の上の100枚近くの原稿をパラパラとめくってみて、あまりのばかばかしさに呆れ、うんざりして、破る気力もなく、それ以後の毎日の花紙にいたしました。 それ以来私は今日まで小説らしいものは一行も書きません。叔父のところにわずかながら蔵書がありますので時たま明治大正の傑作小説集など借りて読み感心したり感心しなかったり甚だ不真面目な態度で吹雪の夜は早寝ということになり全く精神的でない生活をしてそのうちに世界美術全集などを見て 以前あんなに好きだったフランスの印象派の絵にはさほど感心せずこの度は日本の元禄時代の尾形光琳と尾形健山と二人の仕事に一晩目を見張りました光琳の筒子などはセザンヌ、モネーゴーギャン誰の絵よりも優れていると思われましたこうしてまただんだん私のいわゆる精神生活が息を吹き返してきたようで けれどもさすがに自分が降臨剣山のような名家になろうなどという大それた野心を起こすことはなくまあ片田舎のディレッタントそうして自分にできる精一杯の仕事は朝から晩まで郵便局の窓口に座って他人の紙幣を数えていることせいぜいそれくらいのところだが私のような無能無学の人間には そんな生活だってあながち堕落の生活ではあるまい。献上の王冠というものもあるかもしれぬ。平凡な日々の業務に精霊するということこそ最も高尚な精神生活かもしれない。などと少しずつ自分の日々の暮らしにプライドを持ち始めてその頃ちょうど演歌の切り替えがあり。 こんな片田舎の三島郵便局でもいやいや小さい郵便局ほど人手不足でかえっててんてこまいの忙しさだったようであの頃は私たちは毎日早朝から預金の申告受付だの旧円の消し払いだのとへとへとになっても休むことができずことにも私は叔父の居候の身分ですから 御恩返しはこの時とばかりに両手がまるで鉄の手袋でもはめているように重くて少しも自分の手の感じがしなくなったほどに働きましたそんなに働いて死んだように眠ってそうして明くる朝は枕元の目覚まし時計の鳴ると同時に跳ね置きすぐ局へ出て大掃除を始めます 掃除などは女の局員がすることになっていたのですがその演歌切り替えの大騒ぎが始まって以来私の働きぶりに異様な弾みがついて何でもかでもめちゃくちゃに働きたくなって昨日よりは今日今日よりは明日とものすごい加速度を持ってほとんど半狂乱みたいな獅子奮塵を続けいよいよ切り替えの騒ぎも今日でおしまいという日に。 私はやはり薄暗いうちから起きて局の掃除を大車輪でやって全部きちんと済ましてから私の受け持ちの窓口のところに腰掛けてちょうど朝日が私の顔にまっすぐにさしてきて私は寝不足の目を細くしてそれでもなんだかひどく得意な満足の気持ちで労働は神聖なりという言葉などを思い出しとかトントンとんとんと あの音が遠くからかすかに聞こえたような気がして、もうそれっきり何もかも一瞬のうちに馬鹿らしくなり、私は立って自分の部屋に行き、布団をかぶって寝てしまいました。ご飯の知らせが来ても、私は体具合が悪いから、今日は起きないとぶっきらぼうに言い、その日は局でも一番忙しかったようで、 最も優秀な働き手の私に寝込まれて実にみんな困った様子でしたが私は終日うつらうつら眠っていましたおじえのご恩返しもこんな私のわがままのためにかえってマイナスになったようでしたがもはや私には精魂込めて働く気などは少しもなくそのあくる日にはひどく朝寝坊をして そうしてぼんやり私の受け持ちの窓口に座りあくびばかりして大抵の仕事は隣の女の局員に任せきりにしていましたそうしてその翌日も翌々日も私ははなはだ気力のないノロノロしていて不機嫌なつまり普通のあの窓口局員になりました「まだお前はどこか体具合が悪いのか?」 と、おじの局長に聞かれても、薄笑いして、どこも悪くない、神経衰弱かもしれんと答えます。そうだそうだ、と、おじは得意そうに、俺もそうにらんでいた。お前は頭が悪いくせに難しい本を読むからそうなる。俺やお前のように頭の悪い男は難しいことを考えないようにするのがいいのだと言って笑い、私も苦笑しました。 その文字は専門学校を出たはずの男ですがさっぱりどこにもインテリらしい面影がないんですそうしてそれから私の文章にはずいぶんそうしてそれからが多いでしょうこれもやはり頭の悪い男の文章の特色でしょうかしら自分でも大いに気になるのですがでもつい自然に出てしまうので泣き寝入りです そうしてそれから私は恋を始めたのです。お笑いになってはいけません。いや、笑われたってどうしようもないんです。金魚鉢のメダカが鉢の底から二寸くらいの箇所に浮かんでじっと静止して、そうしておのずから身ごもっているように、私もぼんやり暮らしながらいつとはなしにどうやら恥ずかしい恋を始めていたのでした。 恋を始めるととても音楽が身に染みてきますね。あれが恋の病の一番確かな兆候だと思います。片恋なんです。でも私はその女の人を好きで好きで仕方がないんです。その人はこの海岸の部落にたった一軒しかない小さい旅館の女中さんなのです。まだ二十歳前のようです。 叔父の局長は酒飲みですから、何か部落の宴会がその旅館の奥座敷で開かれたりする旅ごとに、きっと欠かさず出かけますので、おじとその女中さんとはお互い心安い様子で、女中さんが貯金だの、保険だのの用事で郵便局の窓口の向こう側に現れると、おじは必ずおかしくもない陳腐な冗談を言って、その女中さんをからかうのです。 この頃はお前も景気がいいと見えてなかなか貯金にも精が出るのを感心感心いい旦那でもついたかなつまらないと言いますそして実際つまらなそうな顔をして言いますヴァンダイクの絵の女の顔でなく貴公子の顔に似た顔をしています時田花江という名前です貯金帳にそう書いてあるんです 以前は宮城県にいたようで貯金帳の住所欄には以前のその宮城県の住所も書かれていてそうして赤線で消されてそのそばにここの新しい住所が書き込まれています女の局員たちの噂では何でも宮城県の方で繊細にあって無条件降伏直前にこの部落へひょっこりやってきた女で あの旅館のおかみさんの遠い血筋のものだとかそうして身持ちがよろしくないようでまだ子供のくせになかなかのすご腕だとかいうことでしたが疎開してきた人でその土地の者たちの評判のいい人なんて一人もありません私はそんなすご腕などということは少しも信じませんでしたがしかし花江さんの貯金も決して乏しいものではありませんでした 郵便局の局員がこんなことを公表してはいけないことになっているのですけどとにかく花江さんは局長にからかわれながらも一週間に一度くらいは200円か300円の支援を貯金しに来て総額がぐんぐん増えているんですまさかいい旦那がついたからとも思いませんが 私は花江さんの通帳に200円とか300円とかのハンコを押すたんびに、なんだか胸がドキドキして顔があからむのです。そうして次第に私は苦しくなりました。花江さんは決して凄腕なんかじゃないんだけれども、しかしこの部落の人たちはみんな花江さんを狙ってお金なんかをやって、そうして花江さんをダメにしてしまうのではなかろうか。 きっとそうだと思うとぎょっとして夜中に床からむっくり起き上がったことさえありましたけれども花江さんはやっぱり一週間に一度くらいの割で平気でお金を持ってきます今はもう胸がドキドキして顔が赤らむどころかあんまり苦しくて顔が青くなり額に油汗のにじみ出るような気持ちで花江さんの取りすまして差し出す 小子を張った汚い十円紙幣を1枚2枚と数えながら柳輪に全部引き裂いてしまいたい発作に襲われたことが何度あったか知れませんそうして私は花江さんに一言言ってやりたかったあの例の教科の小説に出てくる有名なセリフ死んでも人のおもちゃになるな」と キザもキザそれに私のような野暮な田舎者にはとても言い出しえないセリフですがでも私は大真面目にその一言を言ってやりたくて仕方がなかったんです。死んでも人のおもちゃになるな物質がなんだ金銭が何だと思えば思われるということはやっぱりあるものでしょうかあれは5月の半ば過ぎの頃でした。 花江さんは例のごとく済まして局の窓口の向こう側に現れどうぞと言ってお金と通帳を私に差し出します私はため息をついてそれを受け取り悲しい気持ちで汚い紙幣を一枚二枚と数えますそうして通帳に金額を記入して黙って花江さんに返してやります5時頃お暇ですか 私は自分の耳を疑いました。春の風にたぶらかされているのではないかと思いましたそれほど低く素早い言葉でしたお暇でしたら橋にいらしてそう言ってかすかに笑いすぐにまたすまして花江さんは立ち去りました私は時計を見ました2時少し過ぎでしたそれから5時まで だらしししないいい話でですすがが私は何をしててたか今どうしても思い出すことができないのですきっと何やら深刻な顔をしてうろうろして突然隣の女の局員に「今日はいいお天気だ」なんて曇っている日なのに大声で言って相手が驚くとぎょろりと睨んでやって立ち上がって便所へ行ったりまるでアホーみたいになっていたのでしょう。 5時7、8分前に私は家を出ました。途中、自分の両手の指の爪が伸びているのを発見して、それがなぜだか実に泣きたいくらい気になったのを今でも覚えています。橋のたもとに花江さんが立っていました。スカートが短すぎるように思われました。長い裸の足をちらと見て私は目を伏せました。 海の方へ行きましょう花江さんは落ち着いてそう言いました花江さんが先にそれから五六歩離れて私がゆっくり海の方へ歩いて行きましたそうしてそれくらい離れて歩いているのに二人の歩調がいつの間にかぴったり合ってしまって困りましたどんてで風が少しあって海岸には砂埃が立っていました ここがいいわ。岸に上がっている大きい漁船と漁船の間に花江さんは入っていってそうして砂地に腰を下ろしました。いらっしゃい。座ると風が当たらなくて暖かいわ。私は花江さんが両足を前に投げ出して座っている箇所から2メートルくらい離れたところに腰を下ろしました。 呼び出したりしてごめんなさいね。でも私、あなたに一言言わずにはいられないのよ。私の貯金のこと。ねえ、変に思っていらっしゃるんでしょう私もここだと思い、しゃがれた声で答えました。変に思っています。そう思うのが当然ね。と言って、花江さんはうつむき。 裸の足に砂をすくって振りかけながら「あれはね私のお金じゃないのよ私のお金だったら貯金なんかシェアしないわいちいち貯金なんてめんどくさい」「なるほどと思い私は黙ってうなずきました」「そうでしょあの通帳はねおかみさんのものなのよでもそれは絶対に秘密よ」 あなたは誰にも言っちゃだめよ。女将さんがなぜそんなことをするのか私にはぼんやりわかっているんだけどでもそれはとても複雑していることなんですから言いたくないわ。つらいのよ私は。信じてくださる?」。少し笑って花江さんの目が妙に光ってきたと思ったらそれは涙でした。 私は花江さんにキスしてやりたくてしようがありませんでした花江さんとならどんな苦労をしてもいいと思いましたこの辺の人たちはみんなだめね私あなたに誤解されてやしないかと思ってあなたに一言言いたくってそれで今日ね思い切ってその時 実際近くの小屋から「トカトントン」という釘打つ音が聞こえたのです。この時の音は私の幻聴ではなかったのです。海岸の佐々木さんの納屋で事実音高く釘を打ち始めたのです。「トカトントン」「トントン」「トカトン」と盛んに打ちます。私は身震いして立ち上がりました。わかりました。誰にも言いません。 花江さんのすぐ後ろにかなり多量の犬の糞があるのをその時見つけてよっぽどそれを花江さんに注意してやろうかと思いました波はだるそうにうねって汚い穂をかけた船が岸のすぐ近くをよろよろと通っていきますそれじゃあ湿気空空バクバクたるものでした貯金がどうだって 俺の知ったもともと他人なんだ人のおもちゃになったってどうなったってちっともそれは俺に関係したことじゃないバカバカしい腹が減ったそれからも花江さんは相変わらず1週間か10日目くらいにお金を持ってきて貯金してもう今では何千円かの額になっていますが 私には少しも興味がありません花江さんの言ったようにそれはおかみさんのお金なのかまたはやっぱり花江さんのお金なのかどっちにしたってそれは全く私には関係のないことですものそうして一体これはどちらが失恋したということになるのかといえば私にはどうしても失恋したのは私の方だというような気がしているのですけれども しかし失恋して別段悲しい気もいたしませんからこれはよっぽど変わった失恋の仕方だと思っていますそうして私はまたもやぼんやりした普通の局員になったのです6月に入ってから私は用事があって青森へ行き偶然労働者のデモを見ました それまでの私は社会運動または政治運動というようなものにはあまり興味がないというよりは絶望に似たものを感じていたのです。誰がやったったて同じようななものなんだまた自分がどのような運動に参加したって所詮はその指導者たちの名誉欲か牽制欲の乗りかかった船の犠牲になるだけのことだ。 何の疑うところもなく堂々と初心を述べ「我が言に従えば必ずや汝自身並びに汝の家庭汝の村汝の国な全世界が救われるであろう」と大見えを切って「救われないのは汝らが我が言に従わないからだ」と嘘吹き。 そうして一人の花魁に振られて振られて振られ通してやけになって交渉廃止を叫び奮然として美男の同志を殴り暴れてうるさがられてたまたま勲章をもらい中天の息を持って我が家に駆け込み「母ちゃんこれだ」と得意満面その勲章の小箱をそっと開けて女房に見せると女房は冷たく「あら勲ご当じゃないの」 せめて君二頭くらいでなくちゃねえと言い「亭主がっかり」などという何が何やらまるで反旗貝のような男がその政治運動だの社会運動だのに没頭しているものとばかり思い込んでいたのですそれですから今年の4月の総選挙も民主主義とか何とか言って騒ぎ立てても私には一向にその人たちを信用する気が起こらず。 自由党・進歩党は相変わらずの古臭い人たちばかりのようでまるで問題にならず、また社会党・共産党は嫌に調子づいてはしゃいでいるけれども、これはまた敗戦便乗とでも言うのでしょうか、無条件降伏の屍に湧いたウジ虫のような不潔な印象を消すことができず。 4月10日の投票日にも私は叔父の局長から自由党の加藤さんに入れるようにと言われていたのですが「はいはい」と言って家を出て海岸を散歩してそれだけで帰宅しました社会問題や政治問題についてどれだけ言い立てても私たちの日々の暮らしの憂鬱は解決されるものではないと思っていたのですがしかし私はあの日 青森で偶然労働者のデモを見て、私の今までの考えは全部間違っていたことに気がつきました。生々発辱とでも言ったらいいのでしょうか。なんとまあ楽しそうな行進なのでしょう。憂鬱の影も卑屈のしわも私は一つも見出すことができませんでした。伸びていく活力だけです。 若い女の人たちも手に旗を持って労働歌を歌い私は胸がいっぱいになり涙が出ました。ああ日本が戦争に負けてよかったのだと思いました。生まれて初めて真の自由というものの姿を見たと思いました。 もしこれが政治運動や社会運動から生まれた子だとしたなら人間はままず政治思思思想、想社会こそ第一に学ぶべきだと思いました。なおも行進を見ているうちに自分の行くべき一条の光の道がいよいよ間違いなしに触知させられたような大歓喜の気分になり 涙が気持ちよく頬を流れてそして水に潜って目を開いてみた時のように辺りの風景がぼんやり緑色に煙ってそしてその白明の揚々と動いている中をシンクの旗が燃えているありさまを「ああその色を私はメソメソ泣きながら死んでも忘れまい」と思ったら「トカトントン」と遠くかすかに聞こえてもうそれっきりになりました。 一体あの音は何でしょうニヒルなどと簡単に片付けられそうもないんですあのトカトントンの現状はニヒルをさえ打ち壊してしまうのです夏になるとこの地方の青年たちの間でにわかにスポーツ熱が盛んになりました 私には多少年寄り臭い実利主義的な傾向もあるのでしょうか。何の意味もなく真っ裸になって相撲を取り投げられて大けがをしたり顔つきを変えて走って誰よりも誰が速いとかどうせ100メートル20秒の組でどんぐりの背比べなのにバカバカしいというような気がして青年たちのそんなスポーツに参加しようと思ったことは一度もなかったのです。 けれども、今年の8月に、この海岸線の各部落を縫って走破する駅伝競争というものがあって、この軍の青年たちが大勢参加し、この A の郵便局も、その競争の中継所ということになり、青森を出発した選手が、ここで次の選手と交代になるのだそうで、午前10時少し過ぎ、そろそろ青森を出発した選手たちが、ここへ到着する頃だというので、 局の者たちは皆外へ見物に出て私と局長だけ局に残って簡易保険の整理をしていましたがやがて来た来たというどよめきが聞こえ私は立って窓から見ていましたらそれがすなわちラストヘビーというもののつもりなのでしょう両手の指の股をカエルの手のように広げ空気をかき分けて進むというような奇妙な腕の振り具合で そうして、真っ裸にパンツ一つ、もちろん裸足で、大きい胸を高く突き上げ、苦悶の表情をよろしく、首を反らして左右に動かし、よたよたよたと走って、曲の前歯で来て、うーんと一声うなって倒れ、よーし、頑張ったぞと、付き添いの者が叫んで、それを抱き上げ、私の見ている窓の下に連れてきて、用意の手桶の水をざぶりとその選手にぶっかけ、 戦士はほとんど半死半生の危険な状態のようにも見え、顔は真っ青でぐたりとなって寝ている。その姿を眺めて、私は実に異様な感激に襲われたのです。可憐などと26歳の私が言うのも思い上がっているようですが、いじらしさといえばいいか、とにかく力の浪費もここまで来ると見事なものだと思いました。 この人たちが一等を取ったって二等を取ったって世間はそれにほとんど興味を感じないのにそれでも命がけでラストヘビーなんかやっているのです。別にこの駅伝競争によっていわゆる文化国家を建設しようという理想を持っているわけでもないでしょうしまた理想も何もないのにそれでもお体裁からそんな理想を口にして走ってもって世間の人たちに褒められようなどとも思っていないでしょう。 また将来大マラソン家になろうという野心もなくどうせ田舎のかけっくらでタイムも何も問題にならんことはよく知っているでしょうし家へ帰ってもその家族の者たちに手柄話などする気もなくかえってお父さんに叱られはせぬかと心配してけれどもそれでも走りたいのです命がけでやってみたいのです誰に褒められなくてもいいんです ただ走ってみたいのです無報酬の行為です幼児の危うい木登りにはまだ柿の実を取って食おうという欲がありましたがこの命がけのマラソンにはそれさえありませんほとんどニヒルの情熱だと思いましたそれがその時の私の空虚な気分にぴったり合ってしまったのです私は局員たちを相手にキャッチボールを始めました ヘトヘトになるまで続けると何か脱皮に似た爽やかさが感じられこれだと思った途端にやはりあのトカトントンが聞こえるのですあのトカトントンの音はニヒルの情熱をさえ打ち消しますもうこの頃ではあのトカトントンがいよいよ頻繁に聞こえ 新聞を広げて新憲法を一条一条熟読しようとするととかとんとん局の人事についてお父から相談をかけられ明暗がふっと胸に浮かんでもとかとんとんあなたの小説を読もうとしてもとかとんとんこないだこの部落に火事があって起きて火事場に駆けつけようとしてとかとんとン,トン おじのお相手で晩ご飯の時お酒を飲んでもう少し飲んでみようかと思ってとかトントン。もう気が狂ってしまっているのではなかろうかと思ってこれもとかトントン。自殺を考えとかトントン。人生というのは一口に言ったら何ですかと私は昨夜おじの晩酌の相手をしながらふざけた口調で尋ねてみました。 人生それはわからん。しかし世の中は色と欲さ案外の名刀だと思いましたそしてふっと私は闇屋になろうかしらと思いましたしかし闇屋になって1万円儲けた時のことを考えたらすぐ「トカトントン」が聞こえてきました教えてくださいこの音は何でしょう そうしてこの音から逃れるにはどうしたらいいのでしょう私は今実際この音のために身動きができなくなっています。どうかご返事をください。なお最後にもう一つ付け加えさせていただくなら私はこの手紙を半分も書かぬうちにもうトカトントンが盛んに聞こえてきていたのです。こんな手紙を書くつまらなさ。 それでも我慢してとにかくこれだけ書きました。そうしてあんまりつまらないからやけになって嘘ばっかり書いたような気がします。花江さんなんて女もいないし、デモも,も見たのじゃないんです。その他のことも大概嘘のようです。しかし、とかとんとんだけは嘘でないようです。読み返さず、このままお送りいたします。刑務 この「キーなる手紙」を受け取った某作家は無残にも無学無思想の男であったが次のごとき返答を与えた「配復。気取った苦悩ですね僕はあまり同情してはいないんですよ実子の指さすところ注目の見るところの いかなる弁明も成立しない集体を君はまだ避けているようですね。真の思想は英知よりも勇気を必要とするものです。「マタイ十章二十八」「身を殺して魂を殺しえぬ者どもを恐るな」「身と魂とをゲヘナにて召し得る者を恐れよ」 この場合の恐るは異形の意に近いようですこのイエスの言に霹靂を感じることができたら君の現状は止むはずです夫人太宰治とかト,トントン朗読は寺島直政でした